初期費用を払ってしまわねえといけねえな。早いとこ。翔ちゃんいらっしゃい、マティアス、アルパカいらっしゃい、キュウいらっしゃい、プイいらっしゃい、リュウコいらっしゃい、ピークン、セイラいらっしゃい、エミちゃんですいらっしゃい、じいちゃんいらっしゃい、わがまいらっしゃい、マイいらっしゃい、モロタいらっしゃい、コッペ、チータいらっしゃい、センタいらっしゃい、一番アムくん、ミキ、サラいらっしゃい。いやー、やっといいとこ見つけたわ。まあ別に泉さんで十分だな、マジ俺みたいなやつは。ナイスねえよ。ナイらしい、元らしい、ワイらしい、リリーらしい。あー、やっと落ち着くわ、これで。これでやっと落ち着くわ。マジで。ふわりしいじゃんやし。決まったの？うん。言えば決めた。完全に。あとはね、もう一回だけちょっとね、あの保証会社通さないといけないけど、まあカースあるし、まあ通るでしょう。うん、それだけもう一回ちゃんと選ん、もう一回違う物件だから、またちょっと一から選んといけないらしくて、うん、だってあの西内の物件じゃないからね、これ。飛行機の音は大丈夫？ああ、俺全然いいよ、飛行機の音ぐらい。どうせ車の中だし、何してんの。イカ足不足で辛いですけど。だから平八とイカルドには2週間ぐらい会えますよ。うん、でもうあの次の25日になったらまた戻ってくればいい。うん、そう、何やし。本当に泉さんのかよ。そうだね、泉さんのだね。ホームセン部屋は 8.5 畳。泉さんと、あ、マジで、うん、あの飛行機できないよ、飛行機から近いから、飛行機で。リンクアウトレットもあるし、家賃は3万5000円サム路線じゃん。どういうことだよ。泉は、うん、まあ別にだってそんな毎日毎日、よく考えたらさ、毎日毎日震災橋って毎日毎日震災橋行くならまた話は違ってくるけど、でもよく考えたら毎日行く必要もねえしなっていう。行ったとこで、毎日行ったとこで何もすることなかったら意味ないしね。でだから南が重要じゃないから泉さんにしたの。重要じゃないから決めた。あとは保証会社の母さんもう一回通して、あとあれ、だから、あの来週のもぐもりゲスト終わったら一回帰るね。だからもう来週の火曜日に帰るね。あ、火曜じゃない、水曜日か。うん。戻ったけ。うん。保証人は。うん。俺、お父さんがなってやるけん。保証人なんかいらんわよ。なんかあの、保証人が。いや、今これ配信中だね。配信中かい。ああ。なってやるけん。だから保証人なんかいらんわね。保証会社だっちゅうの。保証会社いらんけん。は？お父さんがなってやるけん。いや、どういうこと？保証会社いらんと。保証会社通さんといけんよ。通さんといけんの？うん、分かった分かった。いや、どっちにしろ保証会社通さんといけないんだよ。保証人がいたところで。今は保証人がいても？いや、今は保証人よりも保証会、特に大阪は保証会社の方が意味がわからん。なんで電話切ったや。東優しいかもしれんけど、あのあんま保証に意味ないんだよね、実際。実際意味ないんだよね、保証人って。今 大阪は特に保証会社ばっかなんだよ。いや、通した方がいいっつか、もう ほとんど通さんといけないんだよ、保証会社。あ、いや、はぁじゃねえわよ。なんで切ったや今。ごめん、
何？いやだから今はあのいや島根とか知らないよ。島根とか知らないんだけど、あの大阪は基本的に保証会社はもう倒産というのはほとんどの、だってな、まれにやるらしいんだよ。分かった、うん、だから来週帰るで。まあ しょうがないわな。とりあえず初期費用だけ払って帰るわ。だから初期費用だけ初期費用だけ払って帰れば、はいはい、あと、4月はだからあの、だから家にあんたはいるもんだけど持ってすぐか大阪からやればいいよな。うん、だからそれしたらまたお前金がどんどんなくなるがよお前な。そしたらお前金がどん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 またわかなくなっていくがよお前お金を稼ぎに帰ってくるかい。ああ意味がわからん。なんで意味わかるだろ。だから総さんだってホテルとか泊まってるやんし、駐車場とかでもあるしさ。だまずいでしょ、お母さんがなんと言わんで。なんで言うよね、普通に。言わんで。言うでしょ。言わん。え、どういうことなんで？どっかで、どっかで2週間、あんたがどっかで待機せんと。いや、朝きついわ。車の中でも待機しとかな。朝きついわ。まあ、てかでもなんかあのあれだよね、おあのでもあのこれってあれだよね、3月と4月っつうけど、まあ現実的には日割りと1週間ただなだけでしょこれ実際。だって言うてさ、どうせ入れるのと2週間後なわけじゃん。だから3月なんて日割りでしかないじゃん。ルミタムってあれだろ、大阪じゃないんじゃね。いや大阪じゃよ。どこやねんじゃん。いや大阪だけど。なんで大阪に入るの。いや俺も泉さんのがいまいちどの辺かが、ユニバーサルスタジオジャパンのとこじゃないの。今分からんけど、どの辺かいまいち分からんけど、海沿いなら確か、うーん、あほとんど岡山県らしいわ。うん、だって岡山県じゃないの。岡山じゃない、和歌山で関空があるんだよ海沿いに。うん、うん、関空があるとこだったら大阪だな。で、あのめちゃくちゃでかいアウトレットがあるんだよ。あと変なホテルっていうなんかロボットが経営してるなんかあのホテルとかあるんだよ。うん、はいはい、いいでしょそこで。もう母ちゃんも説得してない。小相談所は今日小千穂ちゃんが知ってる。西内じゃないよ、泉佐野だよ。西成じゃない、泉佐野。あれなんかや、 あんたか。西成じゃなくて泉佐野。ほぼ和歌山県なんだ、マジ。まあでも島根から大阪行くぐらい全然近いでしょ。言うてそんな毎日俺も行くわけじゃないし、何回も言うけど不便。いやまあ不便っつって言っても不便じゃねえやろ。何なら県外に行きやすくなるわ飛行機で。おかけになった電話をお呼びしましたが。意味がわからん、まあ、さっきまでお前電話しなさいとか言っとったのに。車あるなら楽勝。いやしかも駐車場が8000円って結構やっぱ激アツらしいんだよ。俺やっぱ駐車場安いとこでも泉津さんでもやっぱ1万ぐらいらしいんだけど、まあ、2000円安いだけでも。何は、なんだよ、お母さんか。ああ、はい、お母さん、あちらから。何、泉津さんはブラジル人じゃねえわ。本当だよ、まさか。こんな時間からもうやって。はあ、何時に飲んだ。何、いやいや、親父の中何したよ今。は？いやちょっと。何？いやだけど何じゃなくて、いや親父の今何怒ったの？だってなんか酔っ払ってる感じがするもん。だろうね。なんかふざけやがって。配信ついてるからってふざけやがって電話取ってるだろう。知らん、酔っ払ってると思うよこれ。でかなお父さんは夕方に病院に来たらしい。いや病院のことなんか誰も聞いてないけど。
いやだってまだご飯も食べてない。まあいいや、もう何それで。だからもうその泉さんで決定するから、もう完全に。いや、そんなまず見てからでしょ。そんな今から決定してどうすんの。まず見て。いや見てっつうか、だってもう明日も見るんだよ。いや見て、それで別にその泉さんので働くわけじゃないし、そこで学校行くわけじゃ、別にそこに縁もゆかりもないわけだけ、絶対そこに住まない権利はないのよ。違う違う違う、一番安いもん、かなり良くて安いんだよ。いやそりゃそこが一番かとかさ、何番目か安いか知らんけど、一番安いかとかわからんし、条件的にそれが変な家よりはちょっと見たらわからんでしょ。いやさ、変な家よりはいやだから多分完全に想像してる感じなのはあれだよ、だから島根の増田に住んでた ああいう感じのとこ。いや、わからんわね。だから見たんだって、写真で。写真っていうか、ネットのあれで。拡大して。で、もうほんとすげえあんな感じだった。今、その泉さんだと場所見たら、なんか和歌山県の方なんだね、ほんとに。うん。だから大阪湾の、うん、のなんかこう、近くの、なんかまあ、湾岸みたいな、その辺もしかしたら。そうもう本当に海沿いだね。だけん、うん、ただその、うん、まあ兵庫とはもう反対側なの、結局。なんで兵庫なんか別にどうでもいいじゃん。まあまあそういうわけで、だけん多分、うん、例えばここからそっちに行くとしたら車で大阪行くプラス1時間はかかるってことだよね、うん、まあだって大阪、いやそれはだって別にそれぐらいいいでしょ。だってそんなんだって。それは全然いいけど、うん、ただその泉さんのそこしか見てないでしょ。だけ他も、他もね、いろいろ、まあ、これも縁だしね。まあそんなことない。宮川とか堺とかも見たんだけど、見しまったんだけど、うん、やっぱりね、ここが一番いいかなっていう。やっぱ結局6万ぐらいはするからね。他は。まあ明日、どうせあんた暇なんだし、明日行ってみて、やっぱ駐車場込みだとやっぱね、かなり良くてもね、5万9000円とか行くんだよ。だからやっぱ6万ぐらい行くんだよ。横な4万6000円とかなかなかないらしい。ないっつうかないよ。あ、まあ行ってみて、まあとりあえず。うん。で、ペラペラ配信で喋らんでよ。あんたまた結局、なんか、特定されて、なんかみんな、またなんかいたずらされたりとか、なんかいろいろなんか大家さんとか、なんか不動産屋さんとか言われたりとか、そんなことないし。ペラペラ喋らんでよ、一切。どうせ特定はされるって、間取りとかで。あいつらなんか半端ねえんだから、特定力。だからそういうことを一切もうやめて。やめてって俺が知るわけじゃないのに。違うんだよ、だからそういう発言、そういう発言も、特定中からしたら、おっしゃ、特定してやるってなるんだよ。マジで。じゃあもうそこやめよう、他のとこに変えよう。はぁ、もとえ、一から、もとえ。いや、意味がわからんけど。あ、今ウイラブさんいうテレビで言ってる。ほら。だからウイラブさんがどうしたよ。ウイラブさん。おお。玉造温泉。おお、やってる。いやてかね、配信してたらね、多分ね、ほとんどの人がね、もうね、家とかね、特定されるんだよ。だから特定されない人がいないんだよ、動画配信で。ラジオ配信だったら、まあ特定無理だけど。まあそれでラジオ配信とかでも、夕方のね、鐘のチャイムとかでね、鐘のチャイムとかでもね、バレるから、意外に。びっくりするで、夕方5時ぐらいやったらね、チャイム鳴るじゃん、なんか。ああいうのでバレるからね。へえ、まあもう知らんわ、だからもうじゃあそこやめて他のとこにしよう。いや、もう俺ここで、普通に公開、住所公開してやる。なんでそんなバカなことする。それだけは近隣の人に迷惑か、もう人に迷惑かけるのはダメ。本当に出ていけって言われるよ。あんたまたどうせバレるんだって。またどうせ。だけどもうそういうことは一切、もう今人って呼んでちょうだい。分かった、さよなら。もう絶対呼んでよ。住所は言わないけど。でも俺駅前でもう行っちゃったけど。あ、誰だあんた。なん、あんたな、そこ公開ってそこなんだよ。バカなんだよ、お前。分かった、じゃあ後悔しねえよ。放送を切って、うん。やめんだよ。分かった、うん、どうせバレるけどな。
バレるな、バレるかもしれんけど遅くなるでしょ。うん、分かった。いや絶対バレるで、うん、すぐ。運は？いや運だけど、まあ絶対すぐバレるよ本当に。バレるのはいいんだけど、そんなもん、まあ、公開でさらすだからいいぐらいだったら別にこう、ない。いやそんな他の配信者さんだって、ね、入居してからあの3時間で特定とかされてるのに。いいのそれは。公開するなのためにするじゃん。いやだから結局あんた一体何様だ、何様だとかじゃなくて結局どうせ動画配信してたらバレるわけよどうせ公開して誰も嬉しくないし、公開して誰も嬉しくないし、だから住所じゃ公開せんわやじゃん、分かったけんしつけーな、まあ、どうせバレると思うよ。それはずっと1年後ぐらいなもんだろうが。いやそれはどうかな。いいのあんたは、それはどうだな、放送切ってちゃんとやること、分かった。いや別にも放送なんか物件もまた全然違うとこやってるしさ、だから別にいいの放送切るの、分かった。え、分かった。いや分からんけど、まあ別に普通に、ああ、普通にあれだって別に公開してやるって。バカか。いやだからどうせバレるだろうが。どうせバレるけれども、お前公開するバカがどこにおるよ。分かった分かった分かった、じゃあ公開しません。はい、頼むよ。分かった、うるせえな。いやどうせ公開、どうせね、違うんだ、どうせ公開するんでもバレるんだよね。外観映したらすぐバレる。どうせね、あのネットのね、なんだっけ、なんとかとかいうのでブワーってこう出してくるからね。どうせ、うん、なんかすげえなんかあれだったよな、テンションおかしかった、テンションが気持ち悪かったなテンション気持ち悪くない今の。だからあの皆さんね、よかったらね、あの遊びに来てください。僕あの泉里で海沿いで悲しんで、海沿いで悲しいんで、マルコスちゃん遊ん友達になってくれるかな。ねえだろうな、無理。金いる？うん、いるよ。遠いわ。本当に来るのかな、ツイートしてたぞ。いやもう行くよっていうか、いや行くよっていうか別にマルコスちゃんとか関係なしにマジでそこが安いし、うん、いやだから住所公開せんとそういうのをもらえないんだよね、ギフトとかも。マジで。てかね、あとね、どうせねギフト送りますとか言って偽できてね、あのその住所を教えるじゃん。でそれあのギフトの、ね、信用してギフトをもらうために住所を教えたやつ、そいつがあの普通に掲示板とかにバーンってそのまま貼り付けるから、結局何かしら知られるわけよ。江南イオン。あ、マジ？関空近い。いいじゃん。全然いいじゃん。全然いろいろ、いろいろ県外行けるやん。マジで。極止め、まあ極止めか。パンフレットめちゃくちゃ送られる、いたずらされる。まあ釣りは しないよね。いやでもするかも、わからん。だから近くの駅は泉佐野駅だよ。だからマルコスちゃんと釣りコラボっていうか、マルコスちゃんのコラボしてもいいよって言ってたんだよ。いやでもガチだから、ヤミーみたいにギフト生活じゃあ
そうしますね。で家賃払えずに、いや多分家賃払えないことはないと思う、それのぐらいの額ならそれはない。まあどっちにしろ3月の月末から住んでも1ヶ月はもうすでに無料だから家賃は。いや西成の方だったらちょっときつかったかもな、7万とか言ってたからそうなんだ。まあ明日やるから配信で、内見配信それでバレっから。いやで住所公開とか言っても大体さ俺結局映しちゃうじゃん、いろいろ。泉さんのほど良い田舎でええとこ、あそうなんだマジ。3月と4月が無料で5月に家賃取られる、5月末は。奈々さん半日でバレた。奈々さんいやそれ関係ないでしょ。泉佐野はめっちゃいいとこでしょ。でも俺も確かねどこだか北海道行く時泉佐野なんかぐるっと回ったけどさ結構いいとこあった気がするよ。いや車はだってもちろんそりゃそうだよ、だって8000円のとこだからね。特定中からしたら内見だけでも余裕でバレる、うんそうだよ。だから本当に隠すと思ったけどなんかカーテン敷かんといけないんだよ、真ん中で吊るしたようなカーテン、部屋の真ん中にバーってカーテン引いて でそこだけで配信、それすればまあバレんだろうけど、まあそれでもなバレるときはバレるんだよな泉さんで車ないのきつい、うん、車は絶対必要だと思う泉さんのは。いやまだ特定できてないでもさすがに、ミュウツーも決まったの、 どこに住むの、また違うとこ住むの。あと4月11日よろしくね、行くから俺サッカー大阪の。島根から車でちょくちょく来るやつなら余裕で中旬。あ、有吉さん俺行きますんで、ミュウツーも来るらしいんで天然ストレートも来るんで、ミュウツーと絡みある。いや、なんだろう、めっちゃ古いよミュウツーとは、めっちゃ古い、3、4年、もう4年前ぐらいからよろしくお願いします。森くんも来る。駐車場8800円だろう。いや8000円だね、8800円がどこか知らんけど、うん、よろしくお願いします、うん、村田とかもう特定に回ってる、早えなお前。でも8800円じゃないよマジで、うん、何今の音。今のヘですね。好きだね特定するのどんだけやねんお前マジで。アウトレット行こうぜ。いやアウトレットはな、あ本当ですか、よろしくお願いします泉さんのイオン行こう。何があるんだろうね泉佐野って、わかんねえ。泉佐野って何があるんすか。一応家決まったね。まあ税金口座除外で家賃入る、あそれはないんで、ないんで。お疲れ。なんかさっきからなんかちょいちょい鼻につくようなコメントしてくれ、それ大丈夫です。ケツがかい、誰とも会わないよ、駐車場で配信してるだけ。え今帰ってきたとこだから。市長があれそうなの、
空港でしょ、まあ、関空があるのは知ってるんだけど、初期費用でだけでも払えて、なんとか潜りでお金が残れば、俺も沖縄でも行こうかな。なんなら潜りで5万以上の売り上げあれば、来週まあ秋田生まれの現在は、あ、そうなんすか、よろしくお願いします。そこは止めとけよ、マジ。海外行き放題だよね、マジで。てか関西、関空から海外行けんの、そもそも。なんかケツが痒いんだけど、なんでケツが、ケツ穴が性病になったか俺。マジでケツ穴が性病になった。何ケツ穴が性病って。あ、そうな、国内線だけじゃないの。マジで時間。ちなみに、あ、本当ですか、じゃあよかったら友達になってください、ちーちゃんさん。お願いしますね。泉さんで一緒にご飯でも行きましょう。保安検察、いや、いいよじゃねえよ。泉さんで友達作りたいから、マジで。誰もいないから友達が。関空って行くまで迷子になりそう。いや、めっちゃ迷子になったですね、関空行くまで、うん、俺あの橋3回ぐらい、2、3回ぐらい往復したもん。難しいよね、あそこ最初マジで間違えるから。外人さんが多いの、いや、わかんない。新天地あったな、そんなとこ。関空行くのに超間違えたからね、わけわからん、あそこマジで、マジでわけわからん、あそこ。ぜひで、また何かあれば、なんかまた心斎橋に出りゃいいしね。まあそういうことだわ、うん、じゃあ俺はそろそろ家に戻りますんで、終わりますね。いやー、よかったよかった。いや、掘ってんだよ。お疲れ様です。ホテルに戻ります。飯食って、風呂入って、ベッドでゴロゴロします。そうなの、じゃあ遊んでください、ぜひ。